レストラン厨房での調理風景アルゼンチンのパタゴニアで作られたバーベキューバーベキューとは焚き木、炭、豆炭などの弱火によって肉や野菜、魚介類などをじっくり焼く料理、もしくは煙でいぶす、その調理法や行為を指す。定義では半日以上じっくりと火を通した豚の丸焼きなどを指す。短時間の直火だけで肉を焼き食す行為はグリルとなる。 語源は、西インド諸島の先住民であるタイの族の肉の丸焼き用の木枠を指す言葉が、丸焼きを意味するスペイン語のバーバコアに添加したもの。英語圏では、BBQ や BBQ、バー BQ、バー BQ と略されることがある。レストランの典型的なプレート典型的な、プレート豚のリブブリスケット豚や牛のリブや牛のブリスケットなどの柔らかくない肉を、 蓋を閉めるなどして90摂氏115度程度の比較的低温で数時間から1日かけて蒸し焼きにし骨から簡単に取れるほど柔らかくなるまで調理したものを言う。調理時には煙や匂いが大量に出るため専用の設備や換気装置の煙突などがない場合は大抵野外で行われる。自宅のにはベランダやバルコニー以外にキャンプ場や海岸、川辺、 公園などで行うのが一般的で、またそういった調理と食事を野外で楽しむ、行事自体も、バーベキューと呼ばれる。アメリカでは、年間数百ものバーベキューコンテストがあり、調理には、時間がかかるので、開催期間は2日間にわたる。16世紀、クリストファー・コロンブスは、カリブ海のある島を、ヒスパニオラと名付けたが、後にこの島に上陸した。 スペインの探検家が先住民のタイの族が直火に当たらないような薪で組んだプラットフォームを使って調理しているのを見たことに由来する。ただし、このような調理法が先住民が古くから行っていたものなのか、ヨーロッパ人によってアメリカ大陸に持ち込まれた調理法なのかはよくわかっていない。同様の調理法は1540年にミシシッピ地域を訪問した。 探検家、エルナンド・デ・ソトによる地下相続の豚肉の調理の記録にも見られると言われている。しかし、バーベキューが頻繁に行われるようになったのは、バージニア植民地が建設されてからである。豚肉や牛肉はヨーロッパから新大陸に持ち込まれた。ノースカロライナのビネガーベースのソースは英国からの移民によってもたらされた。また、 サウスカロライナのマスタードベースのソースは、フランスやドイツからの移民によってもたらされた。開拓時代は、火力のある燃料は望むべくもなく、当時の開拓民は、栄養状態もすこぶる悪かったため歯が抜けるといった、事情から、バーベキューは当時としては有効な調理法であった。バーベキューを料理する人物のことを、ピットマスターという、アメリカ合衆国の植民地時代には主に、 アフリカ大陸からの黒人奴隷が実際の調理を務めていたが、奴隷解放後の黒人人口の北部流入とともに、バーベキューの技術は北部にも広まった。また、鉄道や運河の開発とともに西部にもバーベキューは広まった。20世紀には商業的なバーベキューが始まり、イベント会場でのバーベキューや、それを常設化したレストランが登場し、米国で、 一大ブームが到来した。1920年代には家庭用グリルやチャコールブリケットが市場に売り出されるようになった。第二次世界大戦後、米国では木炭の不足により下火になったが、1970年代には再びバーベキューの文化が復活した。複数のテクニックがあり、単一の調理器具を使用する場合でもこれらの 使い分けで多彩な調理を行うことが可能である。また、主に皮をで串に刺して焼くことがあり、これは串焼きとも呼ぶ。肉類の味付けとして用いられるソースは、特にバーベキューソースと呼ばれ、トマトケチャップやウスターソース、果汁類、ニンニクや生姜などの様々な材料を混ぜ合わせて作られるが、市販品も多数売られている。食材にソースや スパイスラブを塗布してから焼き上げる場合が多い。オーソドックスなタイプのグリル器具としては、飛行士式のグリルや焼き網など、火が素通りするタイプと、鉄板式に大別され、食材を固定するものとして金串などがある。グリルのブランドとしては、米国ウェバー社の製品が最も有名で、一枚の鉄板から仕上げる、二月丸型グリルは、家庭用、レジャー用グリルの定番であり、 グリルアカデミーでは、ウェーバー製品をまさしく使う調理法を教えてくれる。専門店や個人でも、オリジナルの道具にこだわる人がいる。それらの人は、普通のグリルではなく、金属やレンガなどで作られた、バーベキューピットと呼ばれるものを使う。作りは、かまどや暖炉に近いもので、ドラム缶を加工して使用する場合も多い。底面の断熱用に、 コンロに水張りするタイプのグリルの方が、水蒸気の作用で、油の多い豚バラや鶏皮、サバやサンマなどの青魚を焼いても炎が上がりにくい。また、焼き上がりにこびりつきや、焦げつきが少なく、野菜などは特にふっくらとび意味であり、また、器具自体の汚れも少ない。同じような効果を狙って、ビールの缶を切って代用し、水の代わりにビールを入れる場合もある。 使用後のグリルは油汚れや炭の汚れがべっとりとついていることが多いが準備段階でグリルの加工を覆うようにアルミ箔の揚げ物フェンスやバーベキュー用の厚手のアルミホイルを炭受けと油汚れが及びそうなところへ敷き詰めれば汚れはホイルに付着してグリル本体へはほとんど及ばないので掃除はホイルを剥がすだけで楽でありグリル本体も長持ちする また焼き網やグリル本体などにバーベキュー前に巣を塗っておくと食材のタンパク質と熱した金属との間に熱凝着が起こりにくく比較的掃除が楽である。ブリケットオガタンプロパン式のグリルプロパン式のグリル燃料は焚き木、木炭、あるいは専用の固形燃料が主流である。炭の中にヒッコリーやオークなどのウッドチップを混ぜ燻煙を出すことにより 燻製風味をつける手法もある。木炭を着火するのは、コツが必要であるが、着火を安易にする商品として、石油系溶剤やアルコールを主成分とするチャコール、着火液が最もポピュラーである。また、ジェル状着火剤などが、木炭に添付されていたり、木炭着火専用のカセットガスボンベ式、トーチバーナーなども販売されている。火起こし器である。 チャコールスターターを使っても火起こしが兄である。いずれにしても、木炭で調理が行えるようになるのは着火後10から20分、場合によっては1時間ほど必要で、それを見越したスケジュールが必要となってくる。アメリカやオーストラリアでは、ガス化式のグリルも多く、日本でも近年は、火付けや火力調節の容易さ、掃除やあと片付けの手軽さなどから、プロパンガスや、 カセットボンベを物も,も増えつつある。北米では文化の一つであり、地域や家庭によって独特の伝統やこだわりを持つ場合がある。一般的なグリルの他にも、パーティーを主催したり、専門のイベントや大会に参加する人も多いため、大型のバーベキューピットやトレーラー牽引型のものを個人で所有したり、専用の設備を庭に設けたりする人も多い。全米で、 年間数百ものバーベキューコンテストがある。また、バーベキューを提供するレストランもアメリカ南部やアメリカ中西部を中心に数多くあり、量り売りの紙包みで提供されたり、メインを選び、それにビーンなどのサイドメニューをつけるプレート方式が主流であり、そういった各地の名店の食べ歩きなども盛んである。アメリカでは、バーベキューの三大料理はスペアリブ、ブリスケット、 プルドポークとされる。また、日本のシチリニアキなども小規模ではあるがバーベキューに属する。南アフリカにもブラーイと呼ばれる独特の伝統がある。バーベキューを行う場合は相応の知識と近所への配慮が必要である。屋外で行う場合、特に焚き火の直火で地面を痛めたりしないよう適切な調理器具を使うこと、また、器具の汚れを 地面や水に流すことなく、ゴミを持ち帰るなど、環境に配慮することが望まれている。都市近郊の公園や河川敷においては、ゴミの投器カラオケなどの騒音、喧嘩、アルコール中毒など付随する、社会的な問題や事件が発生し、そもそも禁止となっている区域も多数存在するので、注意を要する。また、のほ図な実施を、 管理対象とする目的でよく利用される地域を有料化するなどの対策も実施されている。ケータリング業者がバーベキューケータリング協会等を通じてゴミを削減、持ち帰るなどの試みもなされている。ありがとうございます。